プロジェクト X っていう NHK が昔あった番組があってものすごく難しいプロジェクトっていうのを成功させた人たちがすごいよねっていう番組があったんですよ。まあ今でもあるのかな中島みゆきさんが歌う歌ってるオープニングで始まれてたんですけどその中でキャノンっていう今でもカメラ、まあ、僕が今使ってるカメラもキャノンなんですけどキヤノンが。 コピー機を作った話っていうのが出てくるんですよ。で、キャドンがコピー機を作った話っていうのが、世界中にないコピー機というものを発明しましたではないんですよ。ゼロ というアメリカの会社がコピー機を作ってそれを分解してゼロックスの特許に触れない形でいかにパクるかっていうので一生懸命特許に触れないような形でパクって作ったんですよっていうのを自信満々に言ってさすがキャノンみたいなさすが日本の技術みたいないやいやそれ全部パクるじゃんみたいなオリジナルのもの作ったよねってすごさじゃなくてあの抜け道を一生懸命こう逃げてパクっただけだよねっていうのでえそれ褒め のことなのっていう感じの番組になってて、まあ別に真似は正しいだろうって開き直ればいいんだけど、なんかそれが偉大な業績かのようなこう番組になってて、いやいや、そんなただのパクリじゃねえのっていう、っていうのがなんかね、日本のなんかよくわからないダブルスタンダードだなと思ってました。はい